そう。はい、今第二灯台の前でやってました。第二灯台の前でやって、初めて弾きましたら、あ、これですね、石台側のまあ、15センチぐらいのが、石台の15センチぐらいのが上がりました。石台ですね、石台が上がりましたよ。はい、これです。石台さん、石台君が上がりました。はい、はい、本日の初めてですね。はい、集まってきたということで、今そこに、そこに落として当たりを待っています。カワゲっていうのは、あの、当たったか、餌を食ったのかは、竿先を、凝視しても、わからないという点がありますが、これは実際に竿をこの上げてみると、餌がなくなっていれば、カワハギが集まっているということですね。ちょっと上げてみましょう。だいたい集まっていると投入して、あっという間なくなるか、あっという間なくなってますからね。だと、お、一匹だけ味だな。こういう感じですよ。一匹だけ真ん中ね、下から2本目がなくなってる。よし、ついに来ましたね。ついに来ました。すごい引きだ。さっきからこう、サビキにいきなり竿を引ったくれるのかって言ってるか、ガンガン、まあ、かゆい子だろうと思うんだけどね。すごいわ、これ。おー、すごい、来ない。おーよよよ、切れないよ。おー、カツオかな、稲田か。おー、やっぱか、お、稲田だな。おー、味、大味だ。大味くんだ。すごい、うん、真下に持ち込んでる。大味きた。お、お、大味きたぞ。大味きた。お、いい味だわ。いい味きた。いい味きた。お、いい味きた。おしよし。おいしょ、おーおーおー、ペクペク、すごいわ。40センチあるね、これ。これまで最大の足だよ、マジだわ。おっ、すげえ、お味来ました。ついにお味来たぞ。大きいね、これ。これまで俺が釣った中ではまあ最大級だわ。これ、マジだよ、マジだよ。だからすごいね、マジだわ。けえ、いい、いいね。うん、ガツンと来たわけよ、また。だから上層にいるよ。上層で返してたかな。はい、最後に、大物が来ましたね。最後に、笑うものが一番よく笑う。